そのポルポトやスターリンのようだと揶揄したことについて、安倍元総理の発言に対する総理のご見解を。総理は非常に秘めたる情熱をお持ちの方なんで、こうやってこうお言葉で表現される。その担当者、北朝鮮の拉致問題知らなかったですね。政府はやってるやってるって言ってるけども、実際には私本当ショック受けたんです。北朝鮮拉致問題について何も進まない、見えてこない、何を聞いてもやってますしか答えない、違う答弁はできないのか、もう時間がない、この20年何も進んでいない、シーンと静まった委員会室が虚しさ、もどかしさを物語っている。誰もやじも反応もしない。安倍さん、子供手当をポルポトやスターリンになぞらえてしまう。野党時代の安倍さんがいつものように意味不明なことを口走っているわけですけど、民主党政権の子供手当を安倍、ポルポトやスターリンが行おうとしたこと、その時の安倍さんの記事です。子供手当によって民主党が目指しているのは、財政を破綻させることだけではなく、子育てを家族から奪い取り、国家や社会が行う子育ての国家化、社会化です。これは実際にポルポトやスターリンが行おうとしたことです。ところが大変な惨事となり、スターリンですら中止せざるを得なくなった。立憲民主党の森裕子でございます。特に豪雪地帯では高齢化の進展が深刻だということですので、もう80歳90歳の方が屋根に登って雪下ろしをしているというのもそんなに珍しいことではないんですね。ですからぜひ豪雪地帯の厳しい状況をしっかり取り組んでいただきたいと思います。北朝鮮拉致問題についてお聞きをしたいと思います。私自身、条件をつけずに金正恩委員長と直接向き合う決意です。安倍元総理、菅総理、そして岸田総理もこう繰り返し言われておりますけれども、このフレーズの意味について具体的に伺います。私自身とは岸田総理自身が交渉するということなんでしょうか。首脳会談の前段階として閣僚級事務方レベルで糸口を探っていくことは考えていないんでしょうか。私自身が金正恩委員長と直接向き合うという決意を明確な形で述べたものであると。いや、それ繰り返されてるんですけど、実際にじゃあせめて事務方で事務レベルで何か具体的に進んでるっていうふうに今のご答弁で理解してよろしいんですか。林外務大臣。この北朝鮮にはですね、これまでもさまざまな働きかけを行ってきておるところでございます。ご家族もご高齢となる中で、すべての拉致被害者の一日も早い帰国を実現するために、あらゆるチャンスを逃すことなく全力で行動してまいりたいと考えております。具体的に何かの交渉が担当者がいて、でもそれも全然この間聞こえてこないんです。そこを問題にしてるんです。そこを明らかにしたい。やってくださってるならいいんです。やってないじゃないんですか。やってるんですか。当然のことながら、さまざまな働きかけは行い続けております。具体的な内容については、この明らかにすることができませんが、条件をつけずに、その条件とは何か、この北朝鮮の核・ミサイル、そして最も重要な拉致問題の解決に向けて、相互不信の殻を破り、条件をつけずに直接向き合うと。今言った拉致、ミサイル、核、包括的な解決、そういう、これは一つの条件なんじゃないですか。おっしゃるように、我が国としては、そうしたさまざまな課題を包括的に解決をしていく、こうした方針で臨んでいます。しかし、そのためにも直接向き合うことが重要である。直接向き合う決意、何度もお聞きしてるんです。で、実際に物事が進んでいるのか、もう何も出てこない、何の情報も出てこない。ここに私たちは本当に焦燥感を持っている。私、新人の時に初めてこの予算委員会で質問した拉致問題でした。もうあれから20年、蓮池さんたちがお帰りになって、もうすぐ今年で20年、もう時間がないんですよね。本当にやってくださってるならいいんですが、何も進んでいる様子が見えない。じゃあ、いつまでにと直接向き合う、つまり直接会談する、あるいは電話、あるいはオンライン、いつまでにされるおつもりですか。いつまでということでありますが、これは、あらゆるチャンスを逃すことなく、この全力で取り組んでいくということに尽きると。昨年12月に米国が
国連を通して北朝鮮への新型コロナワクチンの支援を打診したと報じられました。そして北朝鮮も関心を示したというふうに報道されております。北朝鮮は2022年の国家予算における新型コロナ対策を3割以上増額をして国家事業の第一順位としていくというふうに掲げております。この情報をどのように把握していらっしゃいますか。北朝鮮をめぐります報道、その一つ一つについて、政府としてお答えすることは差し控えたいと思います。何を質問しても答えていただけないんですけれども、そしてストックホルム合意の前後に、田中稔さん、金田辰光さん、この方たちの北朝鮮への入国、そして生存情報、これが実は日本政府にもたらされたということを、複数の新聞社が複数回報道しています。つまり北朝鮮側は一回日本に複数回報告をしている。でも日本が受け取ったということを認めない。だからさっきのような質問をしているんですよ。日本が満足する情報じゃないと受け取ったってことにしないということであれば、いつまでだっても拉致問題解決しませんよ。もちろんすべての拉致被害者をすぐに返せと、これはみんなの主張、願いであります。しかし交渉は具体的に進めなきゃいけないわけですから、そして実際に何度も各社が報道している、いろんな情報がある、情報があったらそれを受け取り、そしてそれをオープンにしていく、こうじゃないと進まないんじゃないでしょうか。総理、いかがですか。何を質問しても毎回これなんですよ。そして何も進まない、もう時間がない、何としても取り戻さなきゃいけない、そういうメッセージ、本当に条件をつけずに交渉すると、会うと、そういうメッセージ、これ北朝鮮も見てるって言われてるんです。総理の一番最重要課題って言うんだったら、そういうメッセージを発してください。全然伝わりませんよ。何も進んでないですよ。総理。先ほども申し上げたように、さまざまなルートを通じて、さまざまな働きかけ、続けております。その外交のやり取りの中で明らかにしてはならない部分はあるとは思いますが、少なくとも私自身、条件を尽くずに向き合う、こういった姿勢を明らかにする中で、北朝鮮に対して前向きな対応を求め続けているということであります。ずっと同じ答弁しか来ないんですけれども、それでも諦めずに、我々も議員外交といいますか、いろんな活動をしてきましたけれども、諦めずに、とにかく何としても取り戻すんだという気持ちで頑張っていかなければならないと。でも、もうちょっとなんか答弁あるんじゃないですかね。大変残念であります。質問の順番を変えまして、子ども家庭庁についてから質問をさせていただきたいと思うんです。総理は昨年の総裁選において、子ども関連の予算を思い切って倍増していかなければいけないと明言をされました。我が意を得たりという思いであります。自民党の総裁候補と意見が合う、嬉しかったです。総理は思い切って子育て予算を倍増しなきゃいけない。なぜそのように明言をされたんでしょうか。その理由を教えていただけますか。この経済、科学技術を発展させていかなければいけない。こういったことを考えますと、未来を担う子どもたちに対する支援、より一層力を入れていかなければならない。いや、思い切って倍増と言ったからには、もうちょっと熱い思いがあるかと思ったんですけれども、じゃあ、その思い切って倍増っていうのは、今、審議が始まりました、参議院で、この来年度予算にどのように反映されているでしょうか。令和元年度の数値でありまして、9兆6730億円。前年度と比較すると6164億円伸び率では 6.8% の増加となっております。財政が厳しい中でも増額していただいたことには、評価をしたいというふうに思いますけれども、人口減少スピードはもう待ったなしなんですね。だから思い切って倍増というふうに明言していただいて、やっと分かってくれたんだな、自民党はというふうに思ったんです。そこまでの危機感はないんでしょうか、総理。いや、増やしていただいたことは評価をします。でも足りませんよ。どうですか。こうした数字と合わせて、この予算の内容、その活用の仕方、これが大事であるとも認識しております。体制をしっかり整備することによって、子ども政策に関する予算についても、子どもの視点に立って体系的に取りまとめ、予算の額を増やすと同時により有効な活用を図っていきたいと考えます。
私も10年前にも同じ質問をしてるんですけれども、もちろん金銭的な面だけじゃないんですね。少子化の克服、人口減少をストップした、先進諸国の中でいろんな税制であったり具体的な子育て支援策っていうのを複合的に組み合わせて少子化を克服してきているわけなんですけれども、やっぱりどう考えても我が国のこの子育て支援、家族関係支出っていうのは先進諸国の中では極めて低い GDP 比率ということで、せめてこの少子化ストップに成功したスウェーデン、フランスのように GDP 比 3% まで引き上げるべきではないかというふうに思いますけれども。野田国務大臣。しっかりと中身をつけていくこと、で、子ども家庭庁でやるべき仕事っていうのは、やっぱこれまでやってないことが多いので、また非常に少ない量とか人でやってきたものですから、それにしっかりと予算をつけていくことで、最終的には倍ないしはもっともっとよく言えば必要なものをつけていけると、そういうふうに今進めているところで、本当に危機感を持っていただかないともう間に合いませんよ。というのは12年前、もう13年前ですか、立憲民主党、当時の民主党がチルドレンファースト、それこそ子ども政策ど真ん中ということで子ども手当を創設しようとしたときに、その時にはまだ出産、いわゆる出産適齢期と言われる方たちの人口がベビーブーマー、第二次ベビーブーマーとしてあったんですね。もうその時に適切な支援が行われていればまだ違ったんじゃない。しかしあの時に安倍元総理がポルポトやスターリンのようだと揶揄して、そしてこういう政策はダメだ、子育ては自己責任だ、子ども手当はばらまきだ、潰されちゃったんです。私の立場からすると、今からどんなに効果的な対策を打っても若い人たちの人口がほとんど減ってますから効果が薄い。なかなかこの問題を克服する、少子化ストップして人口減少をストップする、非常に難しいというところまで追い込まれてきたんですよ。総理、私は安倍元総理にこの予算委員会で改めて当時の発言間違ってたんじゃないんですかというふうに質問したら、あざ笑われましたけれども、総理はどのようにお考えですか。そのポルポトやスターリンのようだと揶揄したことについて、安倍元総理の発言に対する総理のご見解を。私自身、その場にもおりませんし、直接、コメントすることは控えますが、いずれにせよ、子どもを育てる責任は、この自己責任なのか、あるいは家庭なのか、あるいは社会なのか、こうしたさまざまな議論が、当時は行われていたということだと認識をしています。そしてその点について申し上げるならば、平成24年度の児童手当の見直しにおいて、民主、自民、公明党の3党合意に基づいて、改正法の目的規定が記載されており、この父母その他の保護者が子育てについての一義的責任を有するという基本認識のもとに、この社会としてもそれを支援していくということ、これは記載されています。これが基本認識であると、私も考えております。それ一歩進んで、社会全体で子育て応援するというふうに変わったんですか。安倍元総理がおっしゃってたのは、いや、子育ては自己責任だ、子ども手当、例えば少子化対策予算倍増するなんてことはポルポトだ、スターリンだと同じような考え方なんでしょうか。それとももう大転換を図ってもっと早くやっとけばよかった、そういうことなんでしょう。この思い切って倍増と総裁選でおっしゃった割にはこの問題に対する熱意というか思いがなかなか伝わってこないもんですからお聞きしてるんです。安倍さんとは、安倍元総理とは全く考え違うとおっしゃってください。そうじゃないと進みませんよ、子ども庁を作ったって。基本的な認識、子育てに対する認識は先ほど申し上げました、この民主、自民、公明党の3党合意に基づく思い切って倍増っていうところはものすごく大事で、日本の家族支援、子ども政策っていうのはいろいろメニューは本当にあるけれども、少しずつで、お子様ランチ、お腹いっぱいにならない、だから効果が出ない、せっかく子ども庁を作るわけですから本当に思い切って予算を倍増すると、いつまでにとぜひ明言してください。総理、そうじゃないと進みませんよ。総理は非常に秘めたる情熱をお持ちの方なんで、こうやって
言葉で表現され、実際には子ども家庭庁を設置するということは大変大きな転換期でございまして、これまで子どもについてあまり議論がなかった国会において、常に役所を設置、その設置法があり、そしてその関連法ができるということで、やはり議論が活性化する中で必要な予算がどんどん積み上げられていくと、非常に合理的にお考えをいただく中で、必要な経費を積み上げていく。と同時にですね、子ども、少子化っていうのは必ずしも、現金だけではなく、やはり例えば今議論されているのは、今いる子どもたちの議論ですけど、先ほどご指摘のように、これから子どもと出会う人たちの待遇、働き方とか、そういうことも踏まえて取り組まなきゃいけないですし、家族、家庭にあっても、かつての社会の中の家族、家庭の構成と、今現在は一人世帯が一番多いわけですね、この国では。そういう中でどう取り組んでいくか、さらには結婚をしなければ子どもを産めないけれども、諸外国っていうのはそういう法律婚でないところで授かる子どもたちがやはり少子化対策のをなんていうかこう支えているっていうか、子どもたちの数の対象を占めているっていうこともやはりきちっと議論を重ねていかなければならない。それが足りなかったことが今であり、それを解決しようとしているのがお金ありきではなくて、そういう法律を作り設置することで、岸田総理はこれまでと違う少子化対策に取り組んでいるということをご理解いただきたいと思います。今野田さんの発言、私、大変重要だと思いますよ。でもそれ自民党認めますかね。自民党認めますか。伝統的な家族観に縛られて、で、子ども家庭庁法案、当然この考え方、基本理念、土台となる子ども基本法、一緒に出さなければいけないと思いますよ。子ども家庭庁だけ出して、その骨格、骨組み、考え方、今、野田大臣がおっしゃったようなことを、きちんと基本法に盛り込んで、一緒に出すべきじゃないですか。どうなってんですか。子ども基本法につきましては、与党の中で議論が続けられていると理解しています。で、この子ども家庭庁につきましては、岸田総理のもと、基本法とは別に作業が始まっており、この中に例えば児童の子どもの権利条約の中で必要とされているさまざまなものが織り込まれて、しっかりこの設置法と関連法案だけで、子どもの子ども中心、子ども真ん中の政策が取り組めるような設計となっています。そのもの入ってるんですか、設置法案、関連法案に。一番大切な子どもの権利の擁護等をしっかり入れております。基本法がなくて大丈夫なんですか。それで今、基本法の野田大臣はそうおっしゃるんだけれども、私、一昨日、これ、一生懸命やってらっしゃる自民党の国会議員の方とたまたま出会ったというか、で、大変だねと、特に子どもの権利を守っていくための重要な機関、子どもコミッショナー制度、この子ども基本法のそもそもの考え方について、さっき子ども手当の時に、安倍元総理がポル・ポト・ダ・スターリンだっていうふうに、揶揄をしたっていう話しましたけれども、自民党のこの子ども基本法コミッショナー制度の中 では、やっぱり、マルクスだ、スターリンだと、こんなのはおかしいと、全く考えが相入れないということで、もう驚くような、もう大紛糾してるっていうふうに自民党の先生からお聞きしたんですけど、どうなってるんですか。本当に子どもの権利、子どもの権利条約に基づくそういう子どもの権利の保障、そしてそれをきちんと担保するためのその基本法、こういうのまとまるんですか。常に子どもの視点に立ち、子どもの最善の利益を第一に考え、各省庁より一段高い立場から政府の子ども政策を一元的に推進、また子どもの健やかな成長等を主たる目的とする法律事務を所管し、自ら事務を実施する。そして、子どもの権利、利益の擁護に関して、各省庁の隙間で抜き落ちる事務がないように取り組む、こういうことをお約束させていただいて。子ども基本法の中に、子どもコミッショナー制度、あるいは、名称はともかく、子ども、客観的に第三者として子どもの権利擁護を図る機関を議員立法として、自民党の方からご提案をいただくというふうに思っていてよろしいんでしょうか、総理。私たちは前にも出しました子ども総合基本法、衆議院の木井隆衆議院議員を中心として、改めてブラッシュアップする、その中に子どもコミッショナー制度もきちんと明記をしていくということで、今、準備を進めておりますけれども、総理、これね、相当議論になっているということは、報道もされておりますし、今、その議員の個人名は言いませんけれども、本当にマルクスだって、共産主義だとかなんか言っちゃって、これ、まとまりそうにないんですというふうに受け止めてるんですけれども、そんなことはないと、こういう重要な子どもの権利擁護、
そしてそれを守るための第三者機関、そういうものを含んだ考え方の骨格をきちんと基本法で決めないと、子ども家庭庁を作っても威力を発揮しないと思うんですよ。基本法が極めて重要だというふうに思いますけれども、自民党の中でまとめると、リーダーシップを秘めたる情熱を発揮していただいて、まとめてくださるというふうに明言していただけませんか。与党において新しい基本法案と合わせて議員立法の方向で議論が行われていると承知をしています。そういう意味ではですね、この度法制審議会が第25回の民法、親子関係その部会で答申を出したと、まとめたということで、児童虐待防止法の改正のときにも、超党派で話し合ったときに問題になっておりました、子どもに対する親の懲戒権、これの削除という結論を出したこと、これ、極めて大きいことだというふうに思いますので、法制審議会がそういうふうに結果を出したということですので、すぐ法改正にかかるべきではないかというふうに思いますけれども、この答申では、民法の親権者の懲戒権に関する規定を削除し、親権者については、この人格の尊重や、その年齢及び発達の程度への配慮を求めるとともに、体罰を禁止する等の規律を新設することが盛り込まれております。この答申の内容はですね、いずれも喫緊の課題、喫緊の課題を解決するための重要な意義があるものだというふうに考えておりますから、できる限り早期に法案を国会に提出したい、今国会に提出するということで、早期に提出したいと考えておりますが、本当に待ったなしのこの子ども政策です。お金がすべてじゃない、いや、しかし、やっぱりミニ経済白書でも指摘されてるじゃないですか、若い人たちの給料が少ないということが。せめて、子ども手当の時には、控除から手当へという大きな考え方だったので、年少扶養控除を廃止したんですね。せめて年少扶養控除、復活させませんか。そうするとだいぶ楽になると思うんですけど、本当は私はもっと財政的に大きな予算をつけて、それから若い人たちの賃金を上げていくというのは何よりも重要ですけれども、でもそれが叶うまでの間、やっぱり年少扶養控除を復活させるべきだというふうに思いますけど、年少扶養控除は民主党政権下で子ども手当制度の財源対策として、廃止されたものと承知しております。その後、平成24年に子ども手当制度から現行の児童手当により移行する際、年少扶養控除を廃止したことによる影響を一定程度緩和する目的で、児童手当の特例給付制度を設けたところでございます。それ以降も自民党政権において、幼児教育、保育の無償化、待機児童の解消、産後ケアの充実など、さまざまな子育て支援策を充実させてきております。いや、だからその児童手当の特例給付も10月から廃止するんじゃないですか。子育て罰の厳罰化って言われてるんです。少なくとも年少扶養控除復活させませんか。適用の上限額の見直しはいたしますけれども、廃止をするということではございません。国民生活と経済、コロナ対策等についてお聞きしようと思っておりましたが、だんだん時間がなくなってきたんですけれども、今年年金は減額されます。それから雇用保険料、両立が上がります、それから健康保険、厚生年金保険、適用拡大、これはいいんですけれども、被用者ともに、負担が上がります、そういう中で、物価高が進んでいく、これ、物価高を抑えることができるとお考えなんでしょうか、どれぐらいを見通しているんでしょうか。さっきは物価上がってないってことだったんですけど、去年のやつは、携帯電話の料金が値下がりしたことが大きくて、物価指数が抑えられているだけであって、実際には上がっていると思いますよ。今後の見通しを教えてください。山際大志郎国務大臣。物価に関しましては、政府の、この分析におきては全体としては持ち直しの動きが続いている、景気がですね、の中で物価が少しずつ先ほどの話もあったように上がりつつあるということでございますけれども、それが急激なインフレにつながるような兆候というものを我々今掴んでいるわけではありませんので、さまざまな要因を分析しながら注視をしていく段階にあるというふうに思っております。企業物価指数は前年比 8.6% 上昇で、これ1970年代のオイルショック以来の長さ、36年4ヶ月ぶりですよ。大丈夫ですか。これからどういうふうに見込んでるんですか。それを上回る賃金の上昇がなければ大変なことになりますよ。それ初めてのことになるんですけど、激変緩和措置をはじめさまざまな政策、重層的に用意をしているところでありますが、
これと合わせて、賃金の引き上げ、これが伴わなければならない、これが重要なポイントであると認識をしております。だからこそこの経済再生の中で、成長の果実をしっかりと得ながらもそれを分配していく、賃上げを実現していく、こういった取り組みが重要だということを申し上げています。政府として賃上げ税制をはじめさまざまな呼び水となる政策を導入することと合わせて民間においても賃上げの雰囲気を醸成していく、こうした経済社会を作っていかなければならないと考えます。森裕子さん。いや、その賃上げの環境が整うのかどうかって聞いてるんですよ。でそれが整わなければその中で物価がもう指摘されていますよ。これから物価、その対策が盛り込まれていないこの法案、予算案、とてもとてもこれでは国民の生活が守れないということを申し上げて質問を終わります。ありがとうございました。一つは、これ岸田総理だけじゃなくて、菅総理や安倍総理にも言ってたんですけども、金正恩委員長とですね、条件をつけずに直接向き合う決意であります。こう言ってるんですね。要は何でもいいから会いますよということですけれども、じゃあどういう条件をつけないでとか何とかって、そういうことについては一切触れない。今もご覧いただいてわかると存じますけれども、要は政府としましても、チャンスを逃がすことなく、交渉をしたい。それしか言わないんですね。もちろん外交上の様々な秘密はあるにせよ、ずっとそれでいいんでしょうかというのが森裕子先生の一つの疑問点でもあるんですけど、相変わらず今日ものらりくらりであります。それともう一点、ストックホルム合意というのが、ここに出てきましたけども、これどういうことか、もちろんストックホルムっていうのはこれはスウェーデンだったかな、スウェーデンのストックホルムで合意された事項であります。で、実はですね、この前に、私も実はこれ関わっていましたけども、私がちょうど内閣府の副大臣民主党政権時代ですけれども、私たちはですね、2002年にですね、の9月の17日に、小泉、当時の総理大臣が金正日氏と会って、で、拉致被害者5名を連れて帰ったのが9月17日2002年。ちょうど20年もすでに経つわけなんですけども、それ以降一人の拉致被害者も帰ってきていないという現実があるわけなんですね。で、そういう中で、じゃあ私たちとしてはどうしたらいいんだっていうか、制裁だけじゃダメなんじゃないんですかと。要はその先に何があるんだと言えば、やっぱり私たちは日朝間で日本と北朝鮮だけで話し合っても難しいんであるならば、世界中の国々を巻き込んで、北朝鮮はいろいろな人権侵害もやっています。強制収容所もある。そういったことを世界中に広げて、そしてその中から拉致問題を炙り出していこう、そういうスタンスで私たちは取り組んでまいりました。民主党政権時代もです。で、私はですね、北朝鮮の人権問題を取り上げるためにジュネーブです。スイスのジュネーブに行って、あそこに国連人権委員会っていうのがあるんですよ。で、そこで働きかけを強めたんですね。正直ね、私行った時にその担当者、北朝鮮の拉致問題知らなかったですね。政府はやってるって言ってるけども、実際には私本当ショック受けたんです。でもそこでなんとかそういったことをやって分かりましたということでできたのが国連人権弁務官事務所だったかな、 なんかってそういうやつも作って、で当時に北朝鮮の人権状況に対する報告書も作ったりして、一生懸命国連はやってくれました。ソウルに事務所まで作ったんです。ところが民主党政権からまた自民党政権に変わって驚いたのは、その事務所まで作っておいて、開所式に日本から誰も行かないんですよ。日本側はね、いつも私たちにはやってる、拉致問題頑張ってますと言っていながらも、実際にどこまでやったか極めて疑問です。でもその中で国際社会がわーっと吹きました。それで彼らは、しょうがなく今まで北朝鮮の拉致問題っていうのは北朝鮮側としては解決済みだと言っていたんですけども、それが通用しないよねということになって、日本側と話をしてやったのが、このストックホルム合意なんですね。ちょっと長話してすいませんけど、そういう経緯があるということなんですよ。で、合意を作ったのは良かった。ところがこの中身にも大きな問題があった。それは何か、再調査の約束をしてるんです。それも OK。しかし、再調査の約束で一番ポイントは何かというと、再調査の約束だけで経済制裁解除しちゃったんですね。なんでですか？普通は結果が出てからやるんじゃないんですか？経済制裁解除するのは。当たり前じゃありませんか？約束だけで解除してしまった。そこにストックホルム合意の大きな問題点がある。
だからこういうことやってんですね。もちろん外交交渉だから様々なことあったにしてよね。ちょっとこれはおかしいよねっていうことは私たちは言っています。ですからそういうことでこのストックホルム合意って一体どうなってんだ今はということに対してもうやむやであるということが森先生のこの質問の重要な趣旨であるということをご理解いただきたいというふうに思います。